もういくつ寝るとお正月、お正月にはたこあげて駒を回して遊びましょう。私がヒノキヒロアキです。あ、明けましておめでとうございます。私がヒノキヒロアキでございます。今年もよろしくお願い申し上げます。これね、普通に YouTube だけの再生回数を狙ったらチャンスなんですけど、そんなやぼなことはしません。僕、ただただ僕は自分の仕事を全うしただけのビアホールの兄ちゃんです。あ、おっさんですよ。燃えてるらしいですけど、ただね、これちょっと、まあ正直僕はもちろん、マッコイ斎藤側の人間ですし、やっぱタカさんに恩義がある側の人間です。で、まあね、もう言いたいこともあるんですけど、やっぱ皆さんこれやっぱ大晦日だったっていうのと、本当にそのタカさんのことを、石橋貴明さんのことを大好きな方っていう方からすると、やっぱ大晦日の特別なんて、それはお察ししますよ。それはもちろんお察ししますけれども、ただね、もう火事場泥棒じゃないけど、どさくさ紛れになんか的外れな、なんか変な誹謗中傷してる方いますけど、それはダメですよ。やっぱもうそのほんまにちょっといい、ただね、僕ね、これと同じようなことがちょっとあったんですよ。雷神あるじゃないですか。雷神、はい。僕いつも楽しみにしてるんですけど、スカパーで買ったんですよ、ペーパービュー、はい、4,800円で、僕はタカチャンネルズに出させていただくんで、いわゆるオンタイムで見られないと思って買ったんです。で、ちゃんとオペレーターの方と喋って、元日の夜中2時から朝7時までの放送っていうか、配信とは言わんか、放送になりますけど大丈夫ですかっつって、ちょうどそのタカチャンネルズも出させていただくし、あ、家に帰ってから見られるからちょうどいいやと思って買ったんですよ。で、まあ元日になって日付も変わって戻ってお風呂入って見ようとして見たら、途中で終わって、えってなったら、前半戦ここまでみたいな、嘘だろってなって、そっからバババって番組表見たら、今度1月2日になった、もう一発またいで夜中の2時から朝5時に後半戦ってなったんです。別れてたってことですか。そうです。だってあれは雷神っていうその日本人の人たちとベラトールの対抗戦っていうのがメインに近いから、今年、去年はそうですよ、後半戦の方が見たいんですよ、はい、なのに前半戦だけで終わっちゃって、生でもないし、全く、だって本来生じゃなかったら買わないですよ、4800円出して。でも僕だけですよ、だって日本中にタカチャンネルズ出る人でスカパー買ったの僕ぐらいしかいないでしょ多分で、もっとひどいのは、僕は楽しみにしてて家帰ったら見ようと思ってたのに、同じゆくたかくるたか出てた天ぷらかぶの平田くんがバカだから、ひろきさん雷神全敗しましたねとかあいつ言いやがってこんなもうマナー違反なことするやつが、いや、すいません、これ僕だけな、でも僕はだからってスカパーに電話しないですよ。やっぱりそれはもう、その確かに大晦日にタカさんが出られなかったことを残念に思う方がいるのか分かんないですけど、バラエティーですから、その演劇でチケット、そのお金出したらどうこうじゃなくても、チケットを出して大晦日の時間を全て割いて、なんか地方から東京にやってきたのにっていうことではないじゃないですか。どっかね、やっぱそのなんかこう視聴者側というかが意見を持ちすぎてる気もしますね。これは別に言っていいと思いますけど、大昔ダウンタウンの松本人志さんが僕に言ってくださったのが、よく昔ほらパイとかをバーンってぶつけたりしてる時代あったじゃないですか。で、うちのおかんもそんなんテレビ見てたら、うわもったいないって思うと。で、それはもったいないですよね、本来は。だから大昔はそんなテロップなかったのに、いつからかこのパイは後でスタッフが美味しくいただきましたとか書くようになっちゃったじゃないですか。で、松本さんがおっしゃってたのは、うちのお母ももったいないなと思って、それは当たり前の心だと。でもそれが腹立って、
テレビ局の番号を調べてテレビ局まで電話するような方はやっぱり普通の感覚ではないから、そういう方の意見だけに引っ張られてはダメだと。でも僕もそう思います。はい。で今回も別にどっちがいいとか悪いとか僕にそんなこと言う権利もないですし、これね普通の野暮なやつだったら言うけど、もう本家に対して恐れ多いし僕は言わないですけど、言えないですけど、やっぱもうみんな仲良く楽しくタカさんを応援しましょう。わかりますよ、大晦日楽しみにしてる。これはゆくたかくるたかが今回やっぱ3年目だから期待してる人が多いがゆえにこうなったんでしょう。ただ僕も今回いろんな人に、初めて LINE が来たやつにも、まあ面白かったみたいな、まあ、これは僕は僕で仕事を、まあ、どうしようと思います。ね、後ろにも飾ってありますけども、はい、ここから始まって、はい、こうじゃないですか、2021こう。これは実はレアなのが、一発目だけタカさんがタカチャンネルだからタカちゃん、あ、で2回目はタカさんのサインですね、サインじゃないですか、はい、これサインですよ、はい、原口くん書き忘れてるよ書いてなかったんですね。僕あのどさくさな感じで渡されたから、はい、普段これ高価な額縁作るんですけど、はい、まだ額縁作れないです。額縁作っちゃうともう無理だからこのここをどうするか僕悩んでます。あとあのね、いやこれちょっと今日長くいくけど、僕すごい本当今回すごいいろんな方におもろかったとまあお褒めいただいたんですけど、唯一やれなかったのがタカチャンネルズの有馬記念の回あったじゃないですか、はい、あれで僕あの馬券をあのエチオピアと買いに行ったんです。その時にタカさんがね、あ、まあこれはスウェットですけど、僕がいない時にうちの高田店長にうちのこの T シャツ新しくなったんですよ、はい、あのスタッフ T シャツをお褒めくださったと、はい、へー、僕はその場にいなかったんですけど、はい、高田店長に、はい、デザインいいねと、へー、これがうちのニュー T シャツなんですけど、このまあワールドカップとネノービアノーライフでビールジョッキとまあ例のあれとスゴロメさんとねコラボした、そうなんです。ほんでタカさんがうちの高田に、高田店長に、はい、スボロメってな、いやちょっと物まねに見えないですけどスボロメって何ってお聞き聞かれたそうです、うん、そしたら高田が、まあ、うちのヒノキとスボロメの社長がすごく仲良くってでコラボさせてもらってT シャツ作ったんですって言ったら、タカさんはまあそんなにサッカーはお詳しくないじゃないですか、でスボルメ有名なのってお聞きになって、で高田がフットサルとかでは相当有名で、知らん人いないと思いますみたいなことを言ったらしいですよ、タカさんに。そしたらタカさんが、僕その場にいないですよ、のりたけに着せちゃうっておっしゃったんですって。それで僕実はあのイチゴ以外に、はい、タカさんの XL とのりさんにっつって L を持ってってたんですけど、すいません、ちょっと勇気がなくてタカさんがいらっしゃったらいけたかもわかんないんですけど、あの場でちょっともうシーンと静まり返ってたからイチゴの後 T シャツいけなかったんですよ。エチオピアだけが行ってくださいって言ってたんですけど勇気が足りんかった、で行けなかったっす。そもそも本人じゃなかったっていうのもそうですね原口くんに渡してもねえしゃあないから原口くんにしてるんですけど、本当はタカさんの XL とノリさんの L を僕は用意して大晦日行ってたんです、トンネルズさん用のお土産も。そうなんですよ。ほんでいつ着るんだよみたいなこともしタカさんに言われたら、まあ、タカさんたち東京ドームとか武道館とかでコンサート横浜アリーナとかやられてるんで、埼玉スーパーアリーナのアンコールで来て、まあ、ちょっとシミュレーションしてたんですよ。ただシミュレーションしてただけでT シャツを原口くんなり誠くんに持ってけなかったです。勇気が足りなかった。ついでにもっと勇気が足りなかったのは、はい、12月29だったかな、株式会社リンガス軍団でうちの店に来てくれたんですよ。ああ、ケイチョンチャンネルの、そうです、ケイチョンチャンネルので、茶羽ディレクター、マッキーディレクターで、鈴木紗理奈さんとかの
あのミュージックビデオとか作られてる水戸部ディレクターガクちゃんと4人で飲みに行ってくださったんですよ、はい、でその時にあの、まあ、大晦日の話になり、そしたらチャバリディレクターが実は平野さん出てくださいよって言われて、え俺行きますよじゃあと。年越し配信ねされてますからね、ケイチョンチャンネルも。でただチャバリディレクターにあのただ僕は呼んでないって言い張りますよと。でもうそっから僕シミュレーションして自分出るで呼んだからっつって、ね、山本さんに怒られ、茶番でディレクターまであのいや呼んでませんってなり、もういろいろ考えてたんですよ。あ、そうですか。そうですよ。タカチャンネルズでもこれで、ケイチョンチャンネルでもこれかとか、ケイチョンチャンネルだけは優しくしてよとか言おうと思って、タカチャンネルズ終わり行ったんですよ。はい、僕あの奥の方でいたんですよ。バーガー屋さんですよね。そうです、あのミネの、はい、ハンバーガー屋さんの。ただあれ出る空気ないでしょ俺、まあ、カルタ大会っていうね。あ、ほんでひどいのが、で僕もね現役の芸人やったら山本さんに怒られようが出ますけど、今やっぱ52歳ですよ、ちょっとわきまえてて、あ、これは俺ちょっと出る空気じゃないと思って当然出なかったんですよ。であの全然映らないところでミネとお話したりしてて、で終わって当然山本さんにあの先輩ですからね新年の挨拶しに行ったんですよ。ほんでおおっての、なんでお前来てんのみたいな顔になったんですよ。ほんで終わった後チャバネディレクターとマッキーディレクター連続で、なんで出なかったんですか、出れる空気ないでしょあれ、カルト大会やってて。出てよかったわけですね。じゃあ出てよかったってチャバネディレクターとマッキーディレクターはおっしゃってましたけど、無理ですよ。そうですね、無理無理。あのね、見てましたけども、ゴッドファーザーパート3で、コルレオーネファミリー、コルレオーネファミリーが盛り上がってる時にファンタワーナーフィンタワーナーっていう時にアンディ・ガルシアと揉めてるジョイ・ザ・ザのグループの殺し屋がパーティーに、え、なんでお前ら来たんってなってバーってみんなが静まり返った時にゾゾン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 っていうシーンがあるんですけど、ゾゾンゾゾンゾゾンやりたいぐらいの殺伐じゃないけど、あれ無理ですよ俺、ケイチョンチャンネルのカルタ大会に俺が出るの無理です。ちょっと、でも裏にはいらっしゃったんですね。 いました。ほんで山本さんにちょっとあの、まあ、奥さんにもご挨拶して、いや実はって言ったら、いや出なくてよかったってあっさり言われましたよまあ山本さんもちろんご存知なかった。あ、もちろんもちろん山本さんにはあのそんな僕が行くとも思ってなかったでしょうし、まあ山本さんからすると、まあタカチャンネル座り、あ、誠と一緒に来たんかなぐらいに思ってらっしゃったと思うんですけど、はい、まあじゃあ年始もね、はい、まあ、あの例年通り、はい、まあ、ゆくたかくるたかに出て、はい、でまあ、ちょっと今回はタカさんが出ないっていう、まあ、アクシデントはありましたけど。そうですね、はい、ね、ノーサインですからまだあのエチオピアは僕、まあ仲間っていうか、まあ、友達というかなんで、エチオピアからヒロさん史上初です、3年連続って、さプロ野球じゃないんだから史上初って、 MVP 史上初だったら分かるけど、何これ、最優秀デッキング部門、クズ部門、本当もう一回戻ってんじゃねえかクズ部門さえ、これ一緒だろこれ。いろんなことをお話しながら、はい、今年もこのチャンネル、そうですね、あのコメントにケイチョンチャンネル出てほしいって書いてくださってた方のためにも出たかったんですけど、カルタ大会はちょっと無理でしたね